はい、本日、ひやおろし4本目の紹介が、埼玉入間郡の、さざ波です。まあ、ラベル的には、もみじにイチョウの葉ということで、すごくシンプルですよね。まあ、シンプルすぎて、なんかあまり地域性、これ埼玉で作ってるよみたいな、地域性が、伝わってこないのがちょっと残念なところではありますが、まあ、味はね、いいですね。なんていうかな、まあ、冷えてるせいがあって、どれもこれも飲み口がいいんですけど、ただこれね、どんな感じね、あれですね、ふわっとした感じか、味がきて、だけど喉には残らないので、いわゆる切れていくっていうことなのかな。そういった意味では、うって思いの、うんって思いながらも、うん、スッと消えていったよみたいなところが面白い一本です。まあ、やっぱね、日本酒の冷やっていうのは夏よりも冬っていうか、寒くなってからだよね。まあ、その最高気温3度、最低気温1度ですよっていう時に、日本酒の冷やって、まあ2だよねって思っちゃうけど、やっぱね、寒じゃない、少なくともこの秋口で寒じゃなくて、やっぱりキンキンに冷えた冷やの日本酒を飲んでもらいたいっていうのは、あれ、もう夏はいいんじゃない、常温でどっちにしろ冷めるんだからさ、と極論でもなく、それがなんか冷やのうまい飲み方なんじゃないかなと思うけどね。で、日本酒スペックですけども、こういう感じです。まあ、特に取り立てて思うとこはないんですけど、日本酒度はね、ゼロね。今日、竹すずめが8で、その後、雪の帽子はスペック書いてなかったのか。で、次の3本目のものがマイナス1で、じゃあ、さざ波がプラマイゼロっていうことだけど、さっきの、何、マイナス1とこのゼロっていうのは1しか違わないじゃないですか。味的には全然違いますよ。なので、この日本酒で辛口とか甘口とかっていうのを判断してほしくないですね。やっぱり飲まなきゃ分かんないっしょっていうところですね。その蔵を信用して飲んでください。で、まあ、八千代で私が、こういう動画で紹介しているので、まあ、参考になるかどうか分かんないけども、まあ、それも検討材料の一つに、買う時の検討材料の一つに入れてもらうといいかなと。